皆さんこんにちは。あなたのハートを狙い撃ち、ラッキンラッキンカバニオンです。はい、皆さんよろしくお願いしまーす。ということで、本日はスペシャルなゲストにお越しいただいておりまーす。皆さんこんにちは。静岡の元教師杉山です。よろしくお願いしまーす。2回目のコラボということで、前回のお悩み相談みたいなやつめっちゃ好評だったんですよ。そう。めちゃめちゃ意外と伸びて、顧問の闇っていうか、番組した動画があるので、ぜひそちらも見ていただきたいんですけれども、はい、本日はですね、皆さんからインスタグラムで募集した吹奏楽のお悩みを辛口解決していきたいと思います。私ですね、全国金賞手書き奏者ということで吹奏楽系インフルエンサーとしてやらせていただいてるんですけども、杉山先生は元教師なんですけども、吹奏楽部の顧問だったんですよね。はい、トランペットをやってらっしゃったんですよね。なので吹奏楽部の2人でいろいろ皆さんのお悩みを解決していきたいと思います。で、辛口って言ってるので、ズバズバ切っちゃっていいんで。わかりました。はい、もう全然こいつ頭おかしいんじゃないのと思ったら言っちゃっていいんで。わかりました。ズバズバ大人の意見、イメージとしては顧問の先生と、先輩、はい、みたいな感じで、聞いていただけたらなと思います。それでは早速いきましょう。レディーゴー。じゃあいきますね、はい。自分も先輩のことうざって思ってた時期があったから後輩に言えない。あ、でもこれはなんかわかる気がするけど、そこ強くなんないとね。後輩に注意 しなきゃって多分そういうことだと思いますよ。なんか嫌だなと、注意しなきゃだなと思ってるけど、自分が注意されてうざいと思ったから言えないみたいな。なんでこう部活のさ、先輩後輩ってさ、なんか強く言わなきゃいけないんだろうね。ああ、確かに。って思わない？特に吹奏楽部そうですよね。そう、なんかさ、1年生ちゃんとやってみたいなさ、はい、絶対言わないといけないのかな。なんかちゃんとさ、教えてあげとけばいいと思うけど、ね、確かに。そうしなきゃいけないっていう気持ちがあるから。でもわかるよ、教えてあげても動かないよ、あの人が。人数多いから、あ、そう自分への責任があんまりない。人生ちゃんとやってっていうのに憧れを持ってる。そう、それだよね、憧れだよね。憧れ。だからそう言わないといけないんじゃなくて、憧れてんだよ。そう、みんなやりたいと思ってんの。え、シュラが1年の時はって言いたい。言いたい。悪い伝統ですね、それはね。言わなくてもいい。あ、そうだ、言わなくてもいい、実際ね。言わなくてもいい。それが回答です。楽器吹けないのに技術面で怒ってくる顧問がうざい。これ私ね、本当に納得いかないの。え、本当に？はい。え、うざくなくないって。ああ、そういう意味で、はい、そういう意味で。しょうがない。だって指揮者だから、全体のこと言って、技術のこと言うの当たり前。それが指揮者の役目というか、うん、じゃあ自分が吹ける楽器だけ注意してたらさ、全体の3倍にならないよねって、これめっちゃ黒いですよ、結構。顧問は楽器吹けないくせに、絶対人うざいんですよね。当たり前じゃないって。だって打楽器の人みんな楽器吹けないもん。そうそうだよ。てか、なんならみんなも自分の担当楽器以外は吹けないし、ね、だったら自分のね、パート以外は注意できないってことだし、うん、それはなんか他と違いかなと思うんですけど、どう思います？思います。そうですよね、同感。そうしたらさ、フルート楽団作るしかないじゃん、フルート奏者は、ティンパニー奏者はティンパニー楽団作るしかなくなっちゃうそうだから、これは考え方がおかしいと思う、私は。そうです。考えを改めてください。お願いしますお願いします途中入部なんですけど、先輩にどう思われてるか心配です。上手くなればどうもならない。てか、技術でどうこう思うことってあんまなくないですか？うん、下手なのにサボってるとかなるから怒られちゃったりとか、うん、頑張りが見えればって私は思いますけど、どうです？でも途中入部って嬉しいよ。あ、わかんない。でも小判のところ多いからさ、途中入部ないですね。あ、そうなんだ。ないです。うちとかはもう、すごい小さい吹奏楽部が多かったから、2年からでも入ってきてるから、めっちゃ嬉しい、ありがたい。まあ、やっぱそうですよね、うん、いればいるだけね、やっぱりやること増えるし、そんな心配しなくていいかなと思います、祝日は遊んだりしたいのに部活が入ってしまうことが多くてテンションが下がってしまいます。でこれありますもんね、言いたいこと。入れなければ入れないで文句言われるし、入れたら入れたら文句言われるし、だからどっちがいいのって。え、でもどう思う？コバニャはどう思う？休みたいですよ。あ、休みたいんだ。休みたい。いつも休んでないから休みたいと思うかもしれないけど、休みすぎてと、え、大丈夫？練習したくない？って思うかもしれない。あ、なんか環境による。まあ、夏休みとかは一回も休みなかったんで、休みてーと思ってたし、逆に年末とかは6日ぐらい休みなんですよね、だから楽器やりてーと思うし、買い物なりかなと思います。なるほど、はい。でもさ、部活ってさ、趣味じゃん。だから、休みの日にさ、楽しいことやるんじゃないのと思う。あー、なるほどね。そう、でも顧問の立場からすると、仕事だから休みの日は休みたい。でもあなたたちにとっては趣味でしょ、はい、趣味って楽しいからやるんじゃないのって。確かにね、よく考えればそうですよね。まあでも趣味もね、休みやるのが一番いいみたいな。そう、まあ休みは必要だと思うよ、うん、うまくなるためにも。
まあ、吹奏楽って長くやってなんぼみたいなところがやっぱちょっとあるから、そう吹奏楽自体がそういう教育というか、諦めてください、リードが高いしょうがないよね、それは。私のとこは支給されてますよ、1ヶ月に1箱、めっちゃいい良心的な学校、当たり外れがあるんでしょ、そうそうみたいなんですよ、ね、1学校全部外れの時とかも結構ザラにやるらしくて、かわいそう。次、あ、これなんかめっちゃわかるなって感じ、結果を出したい人と平和に楽しくやりたい人のやる気の温度差が気になる、私は結果出したい方です。これマジで一生吹奏楽界で行われることですよね、うん、コンクール賛成派否定派みたいな感じで、うん、でちなみにコンクールは賛成派ですか？コンクールは賛成派。なんか合唱とかもそうじゃん、合唱コンクールで競わせて何になるのみたいなのとかさ、はい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 、走るのとかもそうだよね、うん、競わせるの良くないよねみたいなのも言う人いるんだけど、うん、でもさ、競う過程でさ技術が向上してさ文化とか生まれてくるわけじゃん、ね、そうそうそう、だってピアノコンクールなんて熾烈だよね。そうですよね。そうでも別にピアノはやりたい、コンクールやりたい人はコンクールやるし、やりたくない人は別にやらないじゃん、それはそれでいいと思うんだけど、うん、でも吹奏楽ってやっぱ多いからね、人が、だからその中で思惑がこう変わってきちゃうから難しいよねって話だけど、なんか競うことをやっぱさ、最近の学校とか特に優秀系多いじゃないですか、うん、日本は昔から資本主義だったから経済発展していくと競争してってね、のにもかかわらずそれをなくしちゃったら自分たちが廃れてくるわけというか、だからなんかこれから競争とかの社会じゃなくなってくよって言われてるけどさ、でも今そうだし、うん、やっぱ競争ってずっと残るから、うん、学校の中だけさお手手つないでさ、難しい社会だなと思いますね。練習ではできたのに合奏では緊張してできなくなる、これ私の考えですか、うん、これできてないできたつもりだなと私は思っちゃう。あの、何でもいいじゃないですか、人に伝えることができて理解ができてるみたいな、それと一緒で吹けるべき時に吹けないんだったらできてないって私は思っちゃいますね。え、でもさ、うん、俺思うんだけど、うん、吹奏楽部の顧問の人ってさ圧かけすぎじゃないじゃあ一人一人やってみろとかさ、まあ言ったこともあるけど、うん、そんなさ処刑台みたいなところでさ吹かされてさ、うん、うまくいく人なんていないでしょ。まあでも処刑したくてしてるわけではないですもんね、その一人に吹けっていうのは。そう、誰が吹けてないのか、うん、それが処刑なのかあの空間地獄ですよね、みんなシーンとして自分に注目が集まってるだけじゃないですか、うん、マジで地獄。ちょっと久しぶりにさ一人一人やらされてさ、じゃあフルート一人一人吹いてってそっからってさ吹かされてさ、でちえみちゃんだけさ全然できてなかったってなったらさ追い出されるわけでしょ、後から先生にもその場で怒られるし先輩にもさえ、ちえみちゃんさ、え、全然できてない、え、ちょっと練習してって言ったよね、いや、すいませんじゃなくてってなるってことでしょ、フルートパート全体の責任になっちゃうかなみたいなさ、怒られるのうちなんで、パーリーのうちがパーリー、わかる、パーリーっていうの、え、パーリーって言うんですか、パーリーっていうの、え、なんて言ってました、パートリーダー、え、パーリーって言ってましたよ、パートリーダー略してパーリー、え、これ千葉だけ、パリピみたいなマジみんな言わないの、言わない言わない、初めて聞いた。ジェネレーションギャップとかじゃなくてですか、じゃないじゃない、ジェネレーションギャップは昔はパート長って言ってたそれはジェネレーションギャップ、 もっとすごいの来たはい、皆さんいかがでしたでしょうか、杉山先生もありがとうございます、ありがとうございます。2回目のコラボということで普段聞けないような話とかも聞けたんじゃないかなと思いますので、よかったら皆さん前の動画も合わせてぜひご覧いただけると嬉しいなと思います。私のチャンネルにも小林出てくれてるのでぜひ見てください。はい、ぜひ見てください、お願いします。炎上について語ってます。それではこの動画が面白いと思ったらチャンネル登録、高評価、お褒めのコメントお待ちしております。それでは皆さんまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。